マリモ。マリモ、マリモ、学名、イーワグロピラリニーイは、球状集合体を作ることで知られている、炭水性の緑藻の一種である。多くのマリモは、岩などに付着して生活しているが、アカンコに生育するマリモは、美しい球状体を作るため日本の特別定年、記念物に指定されている。マリモは、球状の集合体を形成するが、 球状体一つが、マリモの一個体単位というわけではなく、この球状体を構成する細い線に、四状体と呼ぶが、マリモの個体としての単位である。よく目にする球状のマリモは、生物学的には、マリモの集合体である。多くの生息地では、マリモは、四状体の形態で暮らし、球状の集合体を作らない。見た目は、柔らかそうであるが実際には硬いもであり。 手で触れるとチクチクとした感触がある。日本では1897年に札幌農学校、現北海道大学の川上滝いよいよがアカンコのシリコマ別湾で発見し、その形からマリモ、マリモという和名をつけた。なおカール・フォン・リンネがスウェーデンのダンネモーラ湖からマリモを採取し学名を付けたのは1753年である。日本では北海道び 本州の東北地方から関西地方の湖庄に点在して分布し、日本国外ではヨーロッパ北部、ロシア、北、アメリカ等に分布する。日本ではマリモの生育が確認されている湖庄は以下の通りである。このうちマリモが大きな球状の集合体を形成するのはアカンコとオガワラコだけである。また、富山県で発見された縦山マリモはかつてはマリモと 同一種とされ、誰かの放流説などが疑われていたが、DNA 分析の結果、違う種であることが確認された。全国各地に散発的に分布している。アカンコのマリモは、最大30センチメートル程度と大きく、ビロード状の球状形態や希少性から1952年に、国の特別天然記念物に指定された。近年各地で、個体数が減少しており、種として、 環境省のレッドリストで絶滅危惧種で掲載されている。アカンコのマリモは直径30センチメートル程度まで成長するが太陽光の届かない中心部は市状体が枯れて空洞になっているため大きさを支え切れずに壊れてしまう。だがその後は小さいマリモとなり再び成長を続けていく。3月29日はアカンコのマリモが天然記念物に指定された日であり。 この日は、マリモの日とされている。日本国外では、アイスランドのミーバトン湖やエストニアのオイツ湖などで、球場の集合体が確認され、ヨーロッパ北部の諸国、ロシアアメリカなど、北半球に広く分布している種であることが年分かってきた。2011年12月、釧路市教育委員会マリモ研究室の研究によって、北半球のマリモのすべてが、 日本の湖のマリモを起源とする可能性が高いことが判明した。渡り鳥などが食べて他の地域へと運んだ可能性が高いという。アカンコはマリモが現存する国内の湖の中で形成時期が最も古いが長い歴史の中で消滅した湖もあり、国内のどこの湖が起源かを特定するのは困難とのことである。水質汚染などから2010年代に入り、 世界最大の生息地、ミーバトン湖では、球状マリモが壊滅的な被害を受け、2014年現在、世界で、アカンコ北川中流湾が唯一の球状マリモの群生地となっている。マリモは、基本的に淡水で生きるが、海水と淡水の混ざった、気水域でも生育が確認されている。淡水酸素類としては、耐冷性と耐安性も非常に強く、 炭水と共に凍結した場合、マイナス20で1日程度の凍結であれば耐えることができ、赤ん庫は真冬になると完全に欠氷し、60センチメートルの厚さにもなる氷の下にマリモは閉じ込められるので、冷蔵庫で凍結させず数ヶ月保管しても死滅はしない。逆に、暑さに非常に弱く、摂氏35度が限界である。そのため、販売されているマリモを購入した場合、 夏場の対策として冷蔵庫での保管が良いと考えられる。マリイモは一般的に水に浮かないものと言われているが、水に浮かんだ個体がアカンコで発見された2005年。マリイモは光合成により気泡、酸素を発生するため、販売されるマリモでも光合成が活発な時に稀に浮く時がある。 水質の悪化に弱いことが生息数の減少を引き起こしているとされている。特にカチオン系海面活性剤に弱い。乾燥にも弱く、強風や遊覧船の波浪により打ち上げられると容易に、固視する。泥に渦漏れたり、塩草に覆われるなどして光合成が阻害されても、固視するが、波浪による回転によって、それらを表面から落としている。この回転運動によって、 他のマリモの下に隠されたマリモが表に出ることがあり、これによって群生地全体の各個体が光合成を行えている。アカンコのマリモは強風による波浪により揺すられ、球状になる。30センチメートルほどのサイズまで成長するとより波の影響を受けやすくなり、嵐などによる強風によって湖岸に打ち上げられる。従来、打ち上げられることは、 マリモの成長にマイナスだと考えられていたが、打ち上げられたマリモはバラバラになり、その破片をもとに、また球状マリモへと成長することが分かった。打ち上げられること自体はマリモにとって、数を増やすために必要なことであった。記載当初マリモ属イーワグロピラに分類されたが、その後、グ草属ク,クラデファー,アーに分類される。1990年代以降、 分子生物学的なアプローチにより塩草属とは異なることが分かり、再びマリモ属に戻った。千島マリも太マリモ、フトヒメマリモ、カラフトマリモ、トロマリモ、フジマリモ等の禁煙種があるとされていたが、これも分子生物学的な手法を用い解析した結果、すべてマリモと同じ種であることが確認された。禁煙種に富山県で発見され、 北海道から九州まで全国で確認されている立山マリモという種がいる。観光地などで養殖マリモの名で販売されているものは地元漁協が釧路湿原国立公園内のシラルトロコで採取したマリモ氏状態を人工的に丸めただけのものであり、実際には養殖し増やしたものではない。材料を採取しているシラルトロコではこのマリモの販売のため、 マリモが減少し、絶滅の危機に瀕している。販売されているマリモは、天然のマリモに比べて、形が壊れやすいと言われている。一方で、札幌で、土産物産や、養殖マリモの製造、販売を行っているマルシャンは、マリモの枯渇を予測し、十数年にわたる、研究の結果養殖に成功したとし、 この養殖されたマリモは商品化できるようになったと企業サイト内で述べている。富士五湖周辺で富士マリモなどの商品名で販売されている養殖マリモも実際には蒸気のシラルトロコのマリモを丸めたものであり、富士五湖に生息する富士マリモではない。天然マリモと称している商品は当然アカンコのマリモではなく、ロシアなど海外から輸入されたものである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。